すんごいいい神社だ。うん。お神あるのかな。おっぱいは世界を救う。はい、墨田区の錦糸一丁目の方来てます。こちらに隠れた稲荷神社というのがあると聞いて、今回お邪魔してみたいと思います。まあなんつったらいいんだろうね、こんな感じでねビルが建ってて、あそこにあるんですよね。では向かってみたいと思います。墨田区錦糸の神社、レッツゴー。津軽稲荷神社ですね。錦糸町の近くにある津軽稲荷神社に来ております。手洗いの支度はお清めのためっつっても、まあ、コロナなんで使わない方が良さそうです。御神塔はないんですが、すごいなんか見て気に入ってしまって、ちょっとカメラ回してる状況です。でね、向こうも防犯カメラ作動中ですね。ほらすんごいいい神社だ。お神あるのかな。今ね国大橋でって書いてあるんでないかもしれないね。でね、なんかね稲荷でね、狐さんがいます。でね、弁天様もいるのかな。いや、いいなこの話。もしかして七福神かなんかのやつやってるかもしれないですね。まあちょっと仕事中に寄ったんで、金魚も泳いでいますね。まあこんな感じで、まあ短い動画になってしまうんですが、もうほんとね、ビル群の中にあるような神社なんですよ。こんなとこにあるんだと思ってびっくりしたぐらいなんで。でもね、まあこんな感じですごい素晴らしいというか、なんていうんだろうね、すんげえなんか神聖な感じっていうか、なんていうかね、住んだ東京の中にある感じの神社となります。まあこんな感じで、まああれなんですけど、簡単ではありますが、なんだっけ、津軽稲荷神社の方、ちょっと撮影させてもらいました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた、皆さん神社でお会いしましょう。